はい、こんにちは。今日は自動車業界の情勢についてお伝えしてまいります。ハイブリッド車はですね、今や非常に人気のある車になっております。トヨタのプリウスが20年以上前にこの技術を導入して以来、ハイブリッドは自動車市場で安定したシェアを占めてきました。そしてアメリカでも今やですね、ハイブリッドは人気のある車になっております。各メーカーは排ガス規制強化に対応する必要もありまして、ハイブリッドのラインアップを系統的に拡大しておりまして、一部のメーカーにとってはハイブリッドが競争上の強みとなっております。ハイブリッドの牽引役であるトヨタはですね、アメリカで販売するガソリン車のほぼ全車種のハイブリッド版を揃えております。アメリカ自動車関連サービス会社コックスオートモーティブの推計によりますと、アメリカで販売されているハイブリッドの車種数は5年間で 40% 増え、2024年モデルでは約70車種となりました。フォードモーターのガソリン車ハイブリッド部門を率いるアンドリュー・フリック氏は、ハイブリッドには今やガソリン車と比較して妥協しなければならない部分がほとんどないと述べております。今年1月から2月のアメリカのハイブリッド販売台数は前年同期比 50% 増となりまして、伸び率でも台数でも EV を上回りました。調査会社エドマンズによりますと、ハイブリッドが販売店に入荷してから売れるまでの平均日数は25日で、 EV のほぼ3倍、ガソリン車の2倍の速度で売れているということであります。しかもハイブリッドはですね、 EV と比べると宣伝が控えめで、ガソリン価格が比較的落ち着いているという情勢であるにもかかわらず、ハイブリッドへの需要は高まっているということであります。 EV が世の中でかなり注目され、多くの自動車メーカーが長い間ハイブリッドを軽視してきたという情勢はあったと思います。そうした情勢から、電池のみを動力源とする EV モデルに重点的に多くの投資が行われてきたということがありました。しかし今やその情勢は逆転したように見えます。ハイブリッド分野での遅れを取り戻そうとしているメーカーも出てきております。GM は EV 戦略を優先してきたという経緯がありましたが、現在は北米で複数の PHV モデルの導入を計画しております。フォルクスワーゲン北米部門のパブロディシ最高経営責任者によりますと、同社はアメリカでの販売ラインナップに PHV を追加することを検討していると報道されております。つまりこうしたハイブリッド需要の急回復というのはトヨタにとっては朗報でありまして、またですね、トヨタはこうしたことを見越した上でハイブリッドを進めてきたと、つまり戦略的にそうした対応をしてきたと考えられます。トヨタ自動車のトヨタ会長は以前ですね、全てを EV に注い込むアプローチについて、多くの顧客が望んでいるものではなく、あるいはその心構えができていないと慎重な姿勢を見せていました。そしてトヨタ会長は、ようやく人々は現実を見るようになったと語っております。ディーラーや自動車メーカーの幹部らによりますと、消費者にとってはですね、 HV の方が EV より金銭面の利点が分かりやすいということであります。こうした情勢から、現在 EV はその販売台数において世界的な伸び悩みに直面しております。つまりトヨタの HV 戦略の勝利とも言える状況だと思います。こうした情勢はですね、中国の EV 戦略にも影響を及ぼしています。中国自動車協会が2月8日に発表した1月の国内自動車販売台数は205万台で、前月比 14% も減少しましたが、その足を引っ張ったのがですね、 EV でありました。1月の EV 販売台数は前月比 47% 減の40万台と低迷しました。さらにこうした情勢に加えまして、中国経済が直面するデフレがですね、中国の EV 業界に対しても深刻な打撃になっていると見られます。ここに来まして、中国の需要不足が EV 販売に影響し始めていると見られます。さらに中国の EV 業界は現在、電池メーカーも含めて供給が過剰になっているという問題があります。需要が小さくなっているのにですね、供給が過剰になっているということになりますと、これはデフレを引き起こします。ですので、この中国の EV 業界の価格競争の激化によって、中国 EV 関連企業の大量倒産ということが発生する可能性が考えられます。こうした中ですね、
中国 EV 電池の寧徳時代新能源火器が1年半ぶりに減益したというニュースが報道されております。中国 EV 電池 CATL が1年半ぶり減益、国内で自動車需要鈍化。中国の電気自動車 EV 用電池大手の寧徳時代新能源火器 CATL が15日発表した2023年第4四半期10月から12月決算は、純利益が前年同期比 1.2% 減の129億8000万元18億ドルにとどまり、22年第2四半期以来1年半ぶりの減益となった。中国自動車市場は世界最大ながらも最近は需要が鈍しており、小規模電池メーカーとの販売競争も激しくなったことが要因。第3四半期の純利益が 10.7% 増だっただけに、成長鈍化が浮き彫りになった。このように報道されております。さらにですね、こうした情勢に加えまして、中国のリチウム産業も南米にコスト負けしたと報道されております。この背景には EV の減速があると見られています。中国リチウム産業 EV 減速が直撃、南米にコスト負け。電気自動車 EV 用バッテリーの主要原料であるリチウム価格が低迷し、中国の採掘産業を圧迫している。採掘コストの高さも相まって、同国は生産拡大計画や新規プロジェクトの見直しを迫られている。 EV 需要が鈍ったことで世界のリチウム価格は下落し、ベンチマークミネラルインテリジェンス社が集計するバスケット価格は過去1年間で8割以上も下がった。すでに世界中で多くの生産者が操業停止や人員削減を余儀なくされている。中国は昨年世界のリチウム採掘量の約4分の1を占めた。アナリストは、長引く価格低迷によりリチウムを含有する高価な鉱石レピドライトの採掘が打撃を受けると予想している。レピドライトはリチウム抽出コストが比較的高いため、リチウム価格が低迷すれば生産が持続不可能になるからだ。ライスタットエナジーはレピドライトの減速を主因として、2024年の中国のリチウム採掘量予想を従来の 54% 増から約 12% 増に引き下げた。世界全体のリチウム採掘量の見通しは 42% 増から 27% 増に下方修正した。ライスタットエナジーのバイスプレジデントスーザン・ゾー氏は、レピドライトの採掘や中国など世界各地の新規プロジェクトが価格低迷によって大打撃を被っている一方、相対的にコスト面で有利な他の種類のリチウム鉱山、特に南米の塩湖関水からのリチウム生産は急成長を続けるだろうという。アナリストによると、中国ではレピドライトからリチウム1トンを処理するのに約8万元から12万元を要するが、塩湖関水とスポジュメン鉱石だとコストはそれぞれ約4万元と6万元だ。このため中国のレピドライト採掘は採算が悪化している。 EV 需要の鈍化と供給過剰により、炭酸リチウムのスポット価格はピークだった22年11月の60万元前後から10万元前後まで下落した。市場の惨状、中国のリチウム埋蔵量は世界第4位。中国政府は電池向けの需要を満たし、輸入依存を減らすために投資を拡大して採掘を強化してきた。調査会社 CRU によると、投資の多くは江西省南部で行われている。最新のレピドライトプロジェクトがいくつか進行中の地域で、プロジェクトには EV 用電池世界最大手の CATL や栄光特殊材料鍵の鉱山が含まれる。 CRU のシニアアナリストインギウェイ氏は、 CATL の鉱山などはリザヤがマイナスになっており、生産を縮小する可能性が非常に高いと述べた。先月は CATL がこの鉱山の生産を一時停止したとの憶測が広がり、オーストラリアの鉱山企業の株価上昇に火をつけた。 CATL は当時平常通り操業していると説明した。江西省宜春市の大手企業に勤める工業専門家は、市場は本当にひどい、宜春の生産者はコスト上昇と価格低迷の中で生き残ろうと必死だと語った。このように報道されております。ですので中国の EV 業界はですね、今 EV 車の販売台数の低迷、中国 EV 電池業界の減益、さらには中国 EV 用バッテリーの主要原料であるリチウム産業が南米にコスト負けするというですね、三重苦に直面しているとみられます。こうした情勢はやはりトヨタの HV 戦略がですね、今になって世界的に功を奏し、現状 EV 車よりもですね、多くの消費者の支持をハイブリッドが集め出したということがですね、大きな背景にあると考えられます。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへの
チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。